誰かいるそういう人この人と電話でもいいから喋ったらやばいとか言う人ああ喋ったことなくてもいいのねもちろんもちろん完全にイチローそうだし俺だからだよねもうその中の代表的な人でしょそうだね完全にイチローそうでしょ松井もそうでしょ俺はもう野球大好きだからプロスポーツ選手になっちゃうね俺の場合はね松井ねどんなこと喋る松井だったらまずあの「どうも」つって 松井さはじめましてあの、バナナマンの日村と申します誰お前あすいませんえっと日本でお笑いやってるバナナマンっていうものでしてはいすいませんあそうかはいなんだよあの本当まずあの、復帰おめでとうございます復帰あ復帰ですあのあの怪我されてたああああはいまあなあの本におめでとうございます今シーズン本当あのねあの、ヤンキースちょっと前回不調だったんで 松井さんにかかってんじゃないですかね。おめえに言われたくねえよ。そうですよね。すみません。でも。なんだよ。喧嘩売ってんのかよ。いや、やっぱり松井さんが。あの。言ってくれるヤンキースがやっぱ。僕たちファンは見たいんですよね。松井さん。松井さん。ああ。何。すみません。ちょっとなんだよ。いや、あの、本当、日本のみんなが。松井さんのことを応援してるんで。ぜひ、あの、頑張って、あの、プレイしてもらって。 次回の WBC なんかには絶対出てもらいたいなと思ってるんですよ、俺。うるせえな。おめえになんでそんなこと言われなきゃいけないんだよ。はい。謝れよ。好きだから言って謝れよ。好きだから言ってんだよ。なんだよその態度よ。なんだよ。てめえなんだよ。さっきから何なんだおめえよ。あ？好きだから言ってんだろうが。てめえに言われなくねえんだよ。てえなんだよな。息が声だよこれ。めニューヨークまで来いや。 やってやんぞやってやんじゃんだよこうきのチケット払えお前うぜのなてめぇ自腹でこいこのやろちょっと待ってなにこれなにこれなにこれこんなつもりなかったよ、俺こんなつもりなかったよ松井と喋ゃりたいだけなのになんでこんな喧嘩になるのいつもこうだよなんで喧嘩しちゃうの今だっていつもキレスタートなんだもん下田さんが言ってる誰かはちょっとキレスタートなん